やだ。ナンバー、仕事場から直接来たのか。ああ、ウィキン企業立ちっぱなしだよ。その分ビールがうめえや。マスター、ビールおかわり全員分ね。サラリーマンが板についてきたね。サッチョンの方はどうなんだ。店の方は正直景気は悪いね。細々とまあなんとかやれてるって感じかな。そっか。でも野々宮の忘れがたみみたいなもんだからね、あの店は。きっと横浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから、あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。いいけど、ぼったくらねえでくれよ。人聞き悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。お、マスター、ありがとう。久々に会ったんだ。申し訳。今日はガンガン飲もうぜ。そんな張り切ってお前、つぶれんなよ。よっしゃ、じゃあ改めて乾杯。乾杯。乾杯。今日蝶たちはやっぱり来ねえって。ああ、半順義もな。だよ、付き合い悪いな。せっかく半年ぶりに飲もうってのによ。気使ってくれてんだよ。自分たちはあくまで裏社会の人間だから、いつまでも関わっちゃいけねえってさ。ちょっと寂しいけどね。まあな、でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界で真っ当に生きようと思うんならなおさらな。何、別に根性の別れってわけじゃねえ。頼りのないのはいい頼りってやつだ。だな。で、お前らはその後どうなんだ。荒川真澄の置き土産は順調なのか。まあ先の長い話だけどな、コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。まったくだ、うちみてえな弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、ほんと面目で。冗談だよ、春日はよくやってる。一文の得にもなれやしねえってのによ。変わんねえな、お前は。そうだね、そういうのかっこいいって思うよ。そうか。うん、ちょっとお手洗い。マスター、お手洗い借りるね。で、さっちゃんとはその後どうなんだよ。え？え？デートの一つくらいはしたのか。な、何言ってんだよ。ああ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな。このヘタレが。ちょっと待ってって、何言って。カスガ、お前さっちゃんに惚れてんだろ。いや、それは、その…隠してたつもりか。バレバレなんだよ。こっちがこれまでどんだけ気使ってたと思ってんだ。そうだったの。まあ、あんなことは気にすんなって。それよりも動くんなら今なんじゃねえか、先生。お互い散った生活も落ち着いただろうしな、そういうことを考える余裕も出てきたろう。いやでも、んなうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか。さっちゃんには不渡客もいるだろうしよ。お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。でも俺そういうのからっきしでどうしたらいいか。こんな有様佐々木には見せらんねえな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。今度二人で遊びに行かねえかとか、最初はそんなんでいいから。お、さすが足立さん、百戦錬磨。
何足立さん、また悪い遊びしてんの？まあな。あ、そうだ、さっちゃん、この前よ。飲んだ。大丈夫かよ、ナンバー。ふらついてんぞ。しゃあねえな、俺がついてくわ。どっちにしろ駅行くっしょ。大丈夫だって。どこがよ。おいじゃな、まあ機会があればまた飲むや。うん、それじゃあね。人生は一度きりだ。悔いのねえようにしろよ。足立さん。ほら、ナンバー、帰るぞ。開いてくな。大丈夫かな。さーて、私も帰るか。じゃあまたね、一番。ああ、さっちゃん。ん？あ、いや。何？どうしたの？いや、なんでもねえんだ。そう？じゃあね。さっちゃん！え？ちょっとさっきから何？悪い。あのよ、今度どっか遊び行かねえか？え？何？もう次の飲み会の話？次はうちの店でやる約束でしょ？あ、いや、そうじゃなくて、二人でどっか行かねえか。終わった。だよ、もう。あ、もしもし。ごめん、急に言われてテンパっちゃって。いや、こちらこそ大変ぶしつけなお話で。来週の土曜なら空いてるんだけど。はい。遊び行くんでしょ、二人で。え、それつまり。楽しみにしてる。じゃあまた。やった！やったー！イエハハハ！イエハハハ！なんだいっちゃん！よっ！元気にやってるか、おい！なんだなんだ！やめろよ、バカ！お前ら。よー、おっちゃん、やった、俺やったんだ。おい、どうした？酒癖。いいじゃねえかよ、今日はめでたき日だ。プレコと行こうぜ。な、なんだなんだよ。そら、踊れ。いいことあったのか。ハレルヤ。よし、この酔っ払い。なんだよ、ハレルヤ。宝くじでも当たったのか。いいじゃねえか、いいじゃねえか。どっち？
全然今来たとこですもうなんで敬語なのよ。それにしても今日は随分おめかししてるじゃない。あ、これみんなに見繕ってもらってよ変だったか。ううん、いいと思うよ。さあどこ行く。おう、まずはごめんなさい、また来てくださいね。ああ、ここも満席か。まあお昼時だし仕方ないよね。他のお店に行ってみよう。すまねえ、これで候補の店は全部なんだ。ああそうなの。こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ、気が回らなくて。さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか。そうね、ま、あるにはあるけど。おお、そんならそこに食いに行こうぜ。ああ、でもご飯じゃなくて。え、どこなんだ。そんなの言わなくてもわかるでしょ。一番もさっきから落ち着かない様子だし。からずっと歩きっぱなしだしね、寄ってこうよ。あれ、てっきり一番も同じ気持ちだと思ったけど違うの。そんなこんな明るいうちから。昼とか夜とか関係なくない。とにかく私もう我慢できないのよね。気軽にそういう場所に行ったりしたのか。まあそうね、いつもこんな感じだけど。もしもさっちゃんの大切な人が同じ行動をとったらどう思う。まあ確かに褒められたことじゃないわよね。そういうことさ。だから気軽にホテルなんかに。は？ホテル？何の話？え？違うの？タバコの話に決まってるでしょ。タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ喫煙所。一服して落ち着きて気分だ。大丈夫？一番。そういや、頑張って。メガネ外したらどんな感じなんだろうな。どうしたの急に。いや、そういえば見たことねえなと思ってよ。ああ、確かにどんな感じなんだろう。案外イケメンだったりしてな。それはなんちゃんに失礼だよ。でももうちょっと綺麗にしてもいいよね。髪の毛もセットしてさ。
だよな。今度ナンバ改造計画でもやってみようぜ。足立さんも誘ってよ。いいね、楽しそう。楽しみだぜ。もしかして私とデートするよりなんちゃんや足立さんと過ごしたかった？え？だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその共通の話題をと思って。冗談よ。あ、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が陣内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？おお、いいな、早速行ってみようぜ。すごいね、この立派なカウンター。ヒノキかしら？お、おう。どうかしたの一番？いや、難波と足立さんの紹介の店っていうからてっきりもっと大衆的な店かと。あの二人も多分来たことはないわよ。ただここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。早速注文しようよ。お、おう。じゃあメニューを見ようぜ。じゃあ私これにしてみようかな。すみません、春国魚の煮物をください。お客さん、それはね、ハルツゲウオって読むんですよ。え、そうなんですか、すみません。うわ、やっちゃった、恥ずかしい。恥ずかしがることなんかないぜ、さっちゃん。普通に考えてこのメニュー全部読める人間は相当少ないはずだ。それなのに振り仮名が書かれてねえってのが問題なんだ。ちょっとそんなこと言わなくても、うちら一元なんだしさ。聞こえてましたよ、お客さん。うちの品書きに不満があるようですね。ごめんなさい、不満なんてとんでもない。はあ、いや、その兄さんの言う通りだ。え？うちに来る新規のお客さんは一元で終わる人が多くてね、なかなか常連が根付かないんです。その理由を考えたところ、格式を優先した結果ハードルが高くなっているんじゃないかと。ああ、もちろん格式は大切だけど、威圧感が勝って客を遠ざけるのは本当の高級店とは言えないと思うぜ。おっしゃる通りです。早速品書きにも振り仮名を記載したいと思います。正直なご意見ありがとうございます。すごい、一番の意見がお店を動かすなんて。こういう店でも雰囲気に飲まれない一番ってすごいね。思ったことを正直に言ったまでよ。ほら、メニューのここ見てくれ。海にローなんて
何の料理だかさっぱりわからねえだろ。いや、それは普通にエビでしょう。え、これでエビ？さすがにそれは読めてよ。私が恥ずかしいわ。まあまあ、お二人には感謝の印にデザートのあんみつをサービスしますよ。え、私あんみつ大好きなんですよ。嬉しい。いやー、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。ほんと美味しかったわね。こんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね、一番。そうか、喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。きゅっ、やっば。どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの3人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。さっちゃんのキャバクラの。うん、 IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ、他の客に紗恵子は俺の女だなんて吹聴するからお店を出禁にしたの。だけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりして、だから私、田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。だいぶ立ちが悪いな。ええ、だけど田中は、君は嘘をついてる、彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で私を張ってたりするのは。田中が超ポジティブなのか、さっちゃんの嘘が下手なのか。わからないけど、人を見る目には自信があるとか言っててさ。そうだ、ちょうどいいわ。一番、ちょっと協力してくれる？え？うまく演じてよね。いかにも私の彼氏って感じで。え？彼氏？え？そんな、急に。あれ、紗恵子さん、偶然だね。何してるんだい？何って、見たらわかるでしょ。彼氏とデートしてるのよ。彼氏？そのおじさんが？どうも、紗恵子さんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。ちょっと声で帰って。これで信じてくれた？私が彼氏持ちだってこと。信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。彼は紗恵子ちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。あんたが紗恵子さんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？まあ、一言で言えば、いろんな連中の相談に乗って解決に導いてやることかな。ほう、コンサルタント業か。ま、悪くない仕事だ。どんな企業の面倒を見てるんだい？企業ってよりは個人の相談に乗ってる感じだな。ファイナンシャルプランナーか。確かにこれから先成長が見込める業種だ。しかしそれならなんで紗恵子さんをキャバクラで働かせてるんだい？僕が彼氏なら何かしら資格を取らせて、とっとと水商売からは足を洗わせるね。あ？
キャバクラの何が悪いんだ。キャバ嬢なんて将来性もなければ世間体も悪いでしょう。バカ言ってんじゃねえよ。人が真剣に向き合ってる仕事にケチつけるんじゃねえ。情熱ってな、どんな資格にも勝る将来性なんだ。どんな仕事だって真剣に向き合った先には必ずいい未来が待ってるんだよ。それを応援しねえで何が彼氏だ。一番応援、それが何になるってんです。無駄だとでも言いたいわけ。バカね、あんたは。自分の夢を応援してくれる人がいることで気持ちが救われるわ。そして頑張って困難を乗り越えようって思えるの。私が恋人にしたい人はそういう人。一番が彼氏で本当に良かったわ。まさか冴子さん、本当にこのおじさんが彼氏だって言うのか。さっきからそう言ってるでしょ。そんな俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。敗北を認めて今後は私に付きまとわないでくれる。ああ、約束するよ。ただしお前ら二人にお灸を据えてからだ。はあ、よくも俺の恋心をもてあそびやがって。ぶっ潰してやる。やるときゃやる。何しやがんだ。ゴミにはゴミ箱がお似合いだ。くそ、最後まで悪あがきしやがって。だけどこれであいつがさっちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう一番、名演技だったよ。特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。いいってことよ。だけどせっかくの一丁らが汚れちゃったわね。ごめんね、私のせいで。気にすんなって。でもこのままってわけにもな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。おう、すぐに戻るぜ。悪い、自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね一番。そうか、そりゃよかった。一番、あのよ、俺は元ヤクザだし足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何。バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。
酒もタバコもやりすぎることはね。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッタンのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよサッチャン、俺と結婚してください。一番男数が一番、この先何があろうともサッチャンのこと守り抜いてみせるからよ。サッチャン、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから、さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。掃除洗濯炊事買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊を授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか大家さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。だから天国のおやつさんもどうか安心してくださいってよ。さっちゃん、ありがとね一番、今日は楽しかった。え、ちょっと待ってくれよさっちゃん。俺何かまずいこと言っちまったか。ううん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ、明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。じゃお互い頑張ろ。それで返事は。探してたんだ、サッちゃんのこと。一昨日のことをちゃんと謝りたくてよ。え？謝るって何が？俺、全然サッちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくて、ひでえことばっかり言っちまってた。それを謝りてんだ。ひどいことなんて一番言った？あの後は足立さんと難波に話聞いてもらって、何が悪かったかようやく気づけたんだ。まずさっちゃんのことは女なのにとか変な決めつけしちまってた。それにさっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって、それに家事を手伝うだなんて花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方。まだある、ガキができたらとか子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。そんでおやすさんの墓参りに行っておやすさんを安心させたいとか、その気持ちは嘘じゃねえけど結婚がおやすさんのためみたいなことを。テンパってたとはいえ、俺はさっちゃんのこと何も考えられてなかった。本当にすまねえさっちゃん。なーに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？バカだな、私そんなこと気にしてないって。でも
確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんの。でもよ、だからなんで。いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。心配しないで、一番とはこれからもずっと友達だから。さっちゃん。そんなわけだから一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけど、お互い頑張ろう。じゃあね。いらっしゃいませ。3名様で。ああ、ご指名はございますか。サッチャ、ああ、いや、サエコさん頼むわ。かしこまりました。失礼します。3番テーブルご指名です。ごめんなさい、失礼します。ちょっとランちゃん、キリュウさん、何このメンツ。そっか、キリュウさんがガンだったなんてね。俺も最初に聞いた時はショックだったよ。けどこの話はもう一周回って今は次のステップだ。それがエンディングノートのリスト？ああ、こうなりゃ何としても全部達成してほしくってさ。俺と孫輝でがっつりサポートするつもりよ。なるほど、なんかそう聞くと燃えてくるね。そこでなんだがな、さっちゃん、俺と孫輝だけじゃちょっとだけ心細くてよ、もう一人仲間が欲しいんだ。ふんふん、じゃあそれが私ってわけ。そういうこと。手伝ってくれるか。当たり前でしょ、むしろ私を外しちゃお話にならないじゃん。安心してキリュウさん、私がどこにだって案内してあげるから。迷惑じゃねえのか。何言ってんの水臭い。またみんなでやろうよ、前みたいにさ。それにほら、なんちゃんと孫輝だけじゃ花がないんじゃない？ふっ、面白いことを言う。なら、その花とやらがどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。オッケー、相手に不足はないってところね。おい、今何が起きてるんだ？チームが一つにまとまったってやつですよ。というわけで、よろしくどうぞ、キリュウさん。あら、キリュウさん、もしかしてお酒飲もうとしてます？お体は平気なんですか？少し香りを楽しむ程度にやるだけだ。心配いらねえよ。もう、そういうことなら今私の隣の席空いてますけど。おう、ご相伴に預かるとするぜ。サエコはキャバクラのママをやってるんだったな。
ええ、こう見えて一応オーナーです。前のオーナーが亡くなった後、いろいろあって経営を引き継いだんです。お店の接客は若い子たちが頑張ってくれてるけど、時々は私も接客してるんです。だとすると、俺もこの状況じゃ金を払うべきなのかもな。本当はそうですね。でも桐生さんには前にいろいろ助けてもらったし、私たち借りがありますから。桐生さんからお金なんてもらえませんよ。お、いけない。桐生さんじゃなくて鈴木さんって呼ばなきゃでしたっけ。仲間うちでは本名で呼んでくれ。この店に敵はいないし、そうしてくれると嬉しい。ですよね。私もその方がずっとやりやすいです。じゃあ他のメンバーはともかく、私は桐生さんって呼ばせてもらおっと。やっぱり桐生さんは一口お酒飲むだけでも貫禄ですね。大人って感じ。お互い様だろう。バーで一人飲みするお前もなかなかの貫禄だったぜ。そうですか。じゃあお店の経営に若さを吸い取られちゃったかも。確かに一国一城の主なら若さだけじゃ切り抜けられねえだろうしな。そうなんですよね。そのせいか、私に言い寄ってくる男の人も昔と比べて口説き文句が変わってきました。おお、どんな風に。彼らはことあるごとに付き合った先のことを、具体的には結婚を意識してるような感じをちらつかせてくるっていうか。なんだか表客だな。他の若い女の子にはそうでもないんだけど、私がつくお客さんの中にはちょくちょくいますね、婚活中の人で。それってつまり私の年齢が適齢期で、少なくとも周りからはそういう目で見られてんだろうなって意識しちゃう。しかも言い寄ってくる人たちの中には結構お金持ってて条件いいなって男もいたりして。案外まんざらでもなさそうじゃねえか。どうですかね。正直私としてはあまり結婚願望はないし、今のままでも十分楽しくやってるから。でもその一方で私には双子の妹がいて、あの子には今付き合っている彼氏と結婚して早く落ち着けばいいのにとか思っちゃう。だって早く結婚しないと適齢期逃しちゃうから。そいつはおかしいだろう。双子の妹なら年齢も同じなんだからよ。そうなんです。自分のことは棚にあげてね。我ながら都合のいいこと言ってるなって分かっちゃいます。それが分かってるなら俺から言うことはねえな。そういえば、ん？一番は私のこと何か言ってました？ハワイで一緒にいた時。さてな、急にどうしたんだ。春日のことが気になるのか。そういうわけじゃないんですけど、私はしばらくあいつと話してなかったから、ちょっと頭にくることがあったし。しばらく話してないってどのくらいだ。いえ、別に元気でやってたんならそれでいいんです。
まあ一番のことだから、どこにいたってしぶとく明るくやってんだろうなって想像してましたし。やだ、ちょっと桐生さん何？急に黙っちゃったりして。春日に伝えたいことがあれば俺が聞くぜ。何でも言ってみろ。そんな、伝えたいことだなんて今のところ大丈夫。でもありがとうございます。別に今すぐでなくてもいい。これから先いつでも構わねえ。俺にできることがありゃ何でも言ってくれ。はい、わかりました。どうしたもんかな。ここで俺があんまりお前と楽しく飲み続けると春日のやつがひがんじまうかもしれん。え、やだな、もう。だから私たちはそんなんじゃないですってば。そっか。じゃ、また機会があったら一緒に飲んでくれ。迷惑でなけりゃな。迷惑だなんてとんでもない。ただし桐生さんの体に触らない程度にですよ。よかった。ならこれからもよろしく頼む。ええ、そうですね、もちろん喜んで。よう、サエコ、一緒に飲んでもいいか？ええ、もちろんです。キリュウさんのために隣を開けておいたんですよ。病人があまり飲みすぎないよう見張ってなきゃいけないですし。そうか、なら話は早い。ちょっと聞きたいんですけど、キリュウさんは女性にアプローチするとき結構マメに気を使うタイプですか？そうだな、自分が照れくさくならねえ程度には気使ってたはずだ。花束を送ったりしたことはありました？そいつは俺の柄じゃないんだな。自分でやった記憶はないが、洒落てるとは思うぜ。人の部屋をバラの花で埋めてやろうってくらい毎日送ってくる男っていたらすごくないですか？お金もかかるし。意地の悪い言い方だが、金さえあれば誰にでもできることだ。花を毎日送ったところで女に心を尽くしているとは限らない。なるほど、そっか。まあ確かにそうです。痛いところつきますね。で、このバラの話は何につながるんだ？実際にそういう男がお前の前に現れたとか。よくわかりましたね。ええ、実はそうなんです。そいつはなかなか芝居がかった男だな。一体どういうやつなんだ？最近偉人町で起業した経営コンサルの社長さん。まだ若くて確か私の一個上です。最初にお店に来てくれた後、同伴のご指名をもらって少しデートしたんです。それからは毎日のように花を送ってくるんです。大量のバラをお店にも私の部屋にも。まあ悪い気はしないですよ。それを迷惑って言ったら私嫌なやつですよね。さあな、そいつは最近の話か？
そうですね、ここ1ヶ月くらい。向こうはえらくお前にご執心だな。確かに金はかかってんな。しかも言葉の端々に結婚とか将来とか断るごとに織り交ぜてきます。前に話してた店で結婚をちらつかせる客ってのはその社長だったってわけか。はい、彼デートの段取りはいいし女の扱いはすごく上手なんです。細かく気を使ってくれて話題も幅広くて面白いから女の子によってはイチコロかも。お前も社長のことをまんざらでもねえと思ってるみてえだ。どうなのかな。でもそういえば、一番もハワイでよろしくやってたみたいですね。千歳ちゃんって若い子と。お、おう、まあそうだったかもな。彼女どんな子です？いい女だがお前ほどじゃない。なんですかそれ、ちょっと気分良くなっちゃうじゃないですか。ただし千歳から同じ質問されたらあいつにもそう答えるかもな。なんだそういうことですか。真に受けて損しましたよ。はあ、どうやら俺は気遣いがなってねえらしい。少しはコンサルの社長を見習った方がいいみてえだ。一番はその千歳ちゃんにすっぱだかに向かれて放り出されたんでしょ。いくらなんでも油断しすぎじゃないですか。確かにな。だいたいお母さんと会うためにハワイまで行ってんだからしっかりしなさいよって思っちゃう。だがそうは言ってもあいつは色仕掛けじゃなく単に酒の中に一服盛られただけだ。しかも最初は茜さんの家政婦だと聞かされてたし、ハワイに敵がいるとも思ってなかった。油断はしてたろうが、そう責めてやるな。ふーん、キリュウさんは一番の肩を持つんですね。相変わらずあいつは人たらしというか、なんというか、ほっとけなくはなるよな。ええ、それはよくわかりますね。あいつは誰に対しても明けっぴろげだ。何も特別な目で千歳を見ていたわけじゃねえってことならお前も安心か。え、別に私は一番が若い子と仲良くしたって微笑ましく感じるだけですよ。そうか、じゃあそういうことにしとくさ。なんか嫌ですよその含み笑い。もう頭きた。さあこうなったらどんどん飲んでもらいますよ。年上の余裕か知らないけど落ち着き払っちゃってムカつく。今日は私が桐生さんのこと裸に向きましょうか。ああ、胃腸ら病人なんだ。一つお手柔らかに頼むぜ。だからその薄笑いは何なんすか。もう、甘くて美味しい。ここのラテは特にクリーミーで好き。この店にはよく来るのか。どうかな。ここのお店ってできたのは割と最近なんですよ。だからいつもっていうほどの回数は来てないんですよね。
そうなのか。いい店を見つけたんだな。ですね。まあ最初に入ったのは一番や足立さんたちと行ってみようぜみたいな軽いノリだったから、みんながいなかったら入ってなかったかも。私案外新しいお店入るの苦手で。そうか。まあ慣れた店の方が外れはないしな。だが仲間のおかげでいい発見もできる。おかげでこうしてサイコとうまいラテも飲めるわけだしな。そうですね。いつも私を連れ出してくれたのはみんなだったな。そうか。俺にも昔そうやって連れ回してくれる親友がいてな。思えばあいつのおかげで俺の世界は広がった。仲間のおかげで自分の世界ってのはいくらでも広がるんだ。大切にしねえとな。その人は…そうですね、大切。うまい喫茶店の話から話題がそれちまったな、すまん。いえいえ、むしろ桐生さんの話もっと聞きたいって思っていたくらいなので。俺の話を。それじゃあ、自己紹介でもするか。自己紹介って今更ですか。しかも向かい合ってお見合いじゃないんですよ。確かにそうだったな。キリュウさんって結構面白い人ですよね。あ、そうだ、せっかくだし一枚写真撮りません？おしゃれなカフェで撮ると映えますよ。別に構わないが、そういうのはラテを飲む前に撮るもんじゃねえのか。あ、まあ細かいことはいいじゃないですか。じゃあ撮りますね。いまいち映えてないけど、こういうのもいい記念かも。これからもみんなで街を歩いてお話ししたり写真撮ったりしましょうね。ああ、これからもよろしくな。よう、サイコ、飲み始めたところか。ええ、けどちょっと困ったことがあって、あんまり気持ちよく酔えてない感じなんです。どうした、何を困ってるんだ。前に何回か話した恋バナですよ。経営コンサルの社長から猛アプローチが来てるやつ。あれか、相変わらず結婚をちらつかせてきてるのか。そうなんですよね。モテる女はのんびりしてる暇もねえってか。キャバクラの客として遊びに来てるっていうより、結構本気で私にグイグイ来るんです。他の若いキャストの子には目もくれずに。向こうはパッと見プレイボーイで金もあって事業もうまくいってるみたいだし、そんな私だけにこだわらなくても良さそうなのに。何か向こうに別の魂胆があったりはしねえのか。一応私人並みに貯金はあるけど、相手の方がよっぽど景気はいいですしね。お金目当てじゃないとすれば、私の美貌と人間的魅力、知的な振る舞い以外に彼を引きつけた理由に心当たりはないかな。なるほどな。そんだけありゃ疑いはなさそうだ。要するに向こうがお前に惚れたってだけの話じゃねえか。とはいえ、本当に私は今結婚を考えてなくて、お店はまだまだ小さいけど、
やっぱりオーナーとして経営するの楽しいし。で、向こうには結婚とか考えてないよって伝えてもいます。なのにそれでも私にアプローチしてくるのってどういうつもりなんでしょう。やっぱり何か相手に魂胆があると考えた方がいいんですかね。ちょっと気味が悪いかも。何かあっても俺が守ってやる。相手にどんな魂胆があろうと俺がそばにいる限り下手な真似はさせねえよ。そんな、桐生さんにそこまで頼れませんよ。そうか。だが仲間を守りたいって俺の気持ちは自分でも止められなくてな。ありがとうございます。でもその人はただ一途に私を思ってくれてる可能性もありますから、どうぞお手柔らかに。彼はそうですね、経営コンサルの創業者なんですけど、別の会社の社長の御曹司でもあるんです。そういう意味じゃ身元の保証は折り紙付き。裕福な割にあまり親に頼らないようにしてちゃんと苦労も重ねてきたみたいだったかな。お前自身も案外その男のことを買ってるんだな。人生で苦労を重ねてきている人は話しててやっぱり分かりますからね。彼はその点ただのボンボンと違ってるし、真面目一辺倒でなく遊びもそれなりに覚えてきた。そういう人頼もしいとは思いますよ。バラの花束はもうたくさんだけど。そういや、これは俺の勝手なイメージだが、春日もバラ攻撃はやりかねねえよな。ええ、そうやって空回りしちゃって肝心なとこを抑えてなかったりするのが目に浮かびますね。少なくともあいつならもし魂胆や打算があっても丸見えで警戒はしなくて済む。悪いやつじゃねえよな。何です、なんだか桐生さん私に一番のことを売り込んでいる人みたい。もしかして何か聞きました？一番が私をデートに誘ってきたこととか。お前の口から話を聞かせてくれ。春日や難波から小耳には挟んでる。あんまりはっきりとは聞いてないってことか。ハワイにいる間は何かと忙しかったんだ。他に急いでやらなきゃならねえこともあった。今はこうして一息ついて飲むこともできている。はい、ですね。デートの時に何かあったみたいだな。あいつもね、私にプロポーズしてきたんです。それも初めてのデートの時に。初デートでプロポーズか。あいつらしい。だがうまくいかなかったわけか。最近しばらく話もしてねえってことは。ええ、一番からは結婚したらどうなる、こうなる、ああなりたいってなんというかむき出しの打算を見せられて。あいつが不器用なのは分かってるからいいんだけど、私に言わせると聞きたかったのはそれじゃなかったんだよなって。いきなりプロポーズされたこと自体は良かったのか。まあお互いそれなりに付き合いは長いし、一番の方は
自分の気持ちはずっと変わらないって思い詰めたんだろうし。全く脈がなかったわけでもないんだな。そうですね、素直に言えばちょっと胸がときめいたし、あの時は多分一番と同じくらい聞いてるこっちも緊張してたと思うんです。そうか、今話を聞いてる俺の方までなんだか緊張してくるぜ。本当ですね、全くです。って、ああもうやめやめ、せっかく桐生さんと飲んでるのにまた一番の話になっちゃったじゃないですか。そういやそうだ。桐生さんの方こそ浮いた話とかないんですか？これでもしばらく前から俺は病人なんでな。もちろん昔はそれなりにあった。興味ありますよ。時代は随分遡る。俺は養護施設に預けられてて、彼女もそこに後から入ってきた。一目見たその時から特別な何かがあって、まだガキだった俺は無邪気に舞い上がっていたと思う。だが。だが？この話をするには一日二日じゃ終わらねえ。そして俺はもうなんだか眠くなってきて。うわ、ちょっとそれ何ですか？ずるくありません？いつかコンディションが整った日にたっぷり時間をかけて話すさ。もうそれいつですか？そこまで言うならちゃんと予定入れますよ。無茶言うな。この年になるといつ体調が万全かなんて分かりゃしねえんだ。もう言い訳が姑息。なんとでも言え。うん、分かった。これからはそんな風に気を使わないですぐに知らせてくれる？ええ、よろしく。どうした、何か問題か？はい、ちょっとお店のことで。でも桐生さんにはきっとつまらない話だし。時間はあるんだ、話してみる。何も遠慮することはねえよ。伝説の極道に相談するにはスケールの小さい話なんだよな。その割にさっきの電話の声は差し迫った感じに聞こえたぜ。そんなお恥ずかしいところを表に出してちゃ、私も店の経営者としてはまだまだですね。キャバでトラブルがあったとしたら、大抵は売り上げが立たなかったか、キャストが引き抜かれたかってところだ。ヤクザにみかじめをせびられて嫌がらせを受けるっていうのもありますよ。清流会はそのあたりには手を出していないと聞いてるんだな。さすがですね。ええ、実はうちのキャストがライバル店に引き抜かれたんです。もちろん偉人町でもそれはご法度なんですけど、最近は景気が悪くてみんな生き残りに必死なんです。何人引き抜かれたんだ？今のところまだ一人、他に 4,5 人が声をかけられてるみたいなんです。ずいぶん大掛かりだな。みんな引き抜かれたらうちはおしまいですね。手塩にかけて育ててきた女の子たちだから、今ほどの戦力は多分もう再現できないんです。そしてもっと悪いことに、私が別の理由で店を畳もうとしてるって噂が出て
引き抜きが起きやすくなっているんです。ん？どういうことだ？その噂によると、私がコンサルの社長からアプローチされて結婚する気になってるって言うんです。実際アプローチは本当だし、そういう目で見ると人によっては私が浮かれているようだったみたい。それで店を畳む噂に信憑性が出てきちゃったんです。なるほどな。そういうことならよその店に移ろうかとキャストの子たちも考えるか。おまけに浮かれている私に気を使って引き抜きをかけられてるって報告も遅くなり、ようやく知らせがあったのがさっきの電話。なんだよ、全然つまらねえ話じゃなかったぜ。悠々しき事態じゃねえか。私はそんなことよりも、はっきり言って店の子たちに遠慮されたのがショックですよ。普段から言いたいことは何でも言ってねって、風通しが良くなるように努力してたんだけどな。なんていうか、最近面倒見がいいっていうのとおせっかいのラインが曖昧じゃありません？私だけ？人間偉くなったり立場が上がると、多かれ少なかれ他のもんと距離ができるもんだ。仕方ね。それよりさっきの引き抜きの話だが、聞いてて一つ気になったことがある。え、気になったことって何です？その引き抜きが初めから仕組まれていたってことはねえのか？仕組まれてたって誰に？報告してきた電話相手だ。部下としてお前に気を使ってのことと言いながら、実はライバル店と通じていたとかな。あんまり迂闊なことを言わないでほしいかな。電話してくれたのは私の右腕の子です。もう何年も一緒にやってきて信頼も厚いですから。なるほど、そうか。なら信頼が厚いといえば、もう一人怪しい奴がいる。今度は誰のことです？お前に寄ってきているコンサル社長、そいつのアプローチがキャストたちの引き抜きを起こしやすくしたとは言えねえか？そうですかね。店のキャストはお前に育てられて恩義を受けてる。普通ならそう簡単に引き抜きに応じねえだろうし、すぐに報告をあげてお前も対処できたはずだ。なるほど、そうだったかもしれません。でもおかしいか？コンサルの社長は前にも言いましたけど、うなるほどお金もあって左打ちわです。そんな人がキャバの引き抜きなんかに噛んできます？確かにな。それにうぬぼれてるわけじゃないですけど、彼から私へのアプローチは本気だと思います。もしあの振る舞いが結婚詐欺師の手口だったりしたら、それを見抜けない私じゃありません。ふん、そうまで言われちゃ返す言葉もね。ああ、すみません。渡したらついムキになっちゃって。じゃあ万が一ってこともあるし、彼の関わりも疑って引き抜きの件調べてみます。気を悪くさせたかもな。経営の素人が余計な口出しをした。そんな風に思っていませんよ。最近私のこんな相談に乗ってくれるのは桐生さんしかいないんだから。ならよかった。またいつでもつまらない話を持ち込んでくれ。
そういうことならお言葉に甘えちゃいますよ。うん、でも本当なの？ちょっと信じられないんだけど。そう、じゃあ私の見込み違いだったわけね。よし、ならこの目でしっかり確かめてくる。場合によっては戦争よ。紗英子さんは何かトラブルがあったようですね。ええ、どうも穏やかじゃねえこと。場合によっては戦争とか。前にここでお二人が話していたでしょう。紗英子さんのキャバでキャストの女の子たちが何人も引き抜きを仕掛けられていると。ええ、じゃあやっぱり紗英子に寄ってきてた社長ってのがその黒幕だったってわけですか。さて、さっきの電話の様子からはそこまではっきりとは分かりませんでしたね。あ、すみません、あの鈴木さんですよね。うちのママがお世話になってます。ん？俺に話してるのか？それはそうでしょう。偉人町でのあなたは鈴木太一さんです。うちのママっていうと、お前は紗英子の店の子か？そうです。ママちょっと前ここにいましたよね。何か早まっちゃいそうだから止めに来たんですけど電話切られちゃって。じゃあさっき紗英子と電話していた相手は？ええ、私です。何があったんだ？ええ、ここしばらくママに言い寄っていた社長がうちの子を引き抜いてるライバル店と裏でつながってると分かったんです。確か金持ちのコンサル経営者だったな。その社長、実はライバル店のマネージャーと同じ大学のサークルで先輩後輩の仲だったんです。社長の方が先輩でした。それで多分後輩の頼みということでうちのママに言い寄って引き抜きの目くらましをしてたって話みたい。すると紗英子はそいつらに文句を言おうと乗り込んでったってわけか。早まっちゃいそうってのはそういうことだろう。うん、ママかなりキレてたからとにかく早く止めた方がいいと思って。わかった、俺が様子を見に行く。ライバル店のある場所は？あ、それはですね、あんたよくも人の時間を無駄にしてくれたね。結局うちのキャストを引き抜くための茶番で私に言い寄ってたわけ。いや、まいったな。確かに僕は彼のミスの引き抜きに協力はしてます。可愛い後輩からの頼みだったんです。昔から困るとすぐ僕に頼ってくる。すみません先輩、ここは俺の方で何とか収めますから。いいんだ。それより聞いてください、紗英子さん。お怒りはごもっともですが少し誤解があります。そう？あんたらの狙いが分かった以上どこにも誤解はないんじゃない？このゲスコンビ。おい、いい加減にしろよこら。先輩は一月で億を稼ぐお人だぞ。新規なキャバのママ風情が舐めた口聞くな。金持ちだから口の聞き方変えろって言うの？バカは引っ込んでなさい、話の邪魔よ。この俺が助けに来るまでもなかったか。大した貫禄だぜ最高。あ、キリュウさん、なんでここに？お前が男に利用されて切れたって知らせが来たんだ。だが
思ったより冷静でいるんだな。もちろん私は店からの引き抜きをやめさせたいだけ。そして二度とこんな真似をしないよう誓ってもらう。はあ、そのために用心棒を呼んだわけか。けどその方がやりやすいぜ。女だからと思って手出さずに置いてやったとこだ。おい、よせ。別に俺はそんなつもりで来たんじゃねえぞ。そうだ、僕も巻き込まれたくない。やるならせめて僕がいなくなってからにしてくれ。そうはいかないんですよ先輩。喧嘩っていうのは先手必勝です。しかも相手はあの切れ者、向田冴子の雇ったほどの用心棒。年は食ってるようですが相当手だれのはずです。あんたいろいろ勘違いしてるよ。あと一応そっちのために言っておくけど、喧嘩する気なら相手が悪すぎるからね。この人はあの訳あってはっきりは言えないけど、喧嘩最強でかつて伝説とまで言われた。その手には乗らねえ。おいお前ら、とにかくこいつらを黙らせるぞ。やっちまえ。言いがかりつけんな。いつでも行けるよ。結構調子いいかも。どうだ。なんてやつらだ。だから相手が悪いって言ったのに。ま、待った。僕は喧嘩とかできないから。それに誤解なんだよ、冴子さん。往生際が悪いんじゃないの、社長。あんたはこの店の店長に頼まれて私をたぶらかすつもりだったんでしょ。ふん、適齢期に差し掛かって私が婚期を焦ってるようにでも見えたかしら。だからそこにつけ込めると。まあ待て。あんたは冴子が何を誤解しているって言うんだ。言ってみろ。僕は確かに最初は頼まれて冴子さんに近づきました。君の気をそらし、君の育てた粒揃いのキャストを引き抜ける隙を作ってほしいと言われてね。僕としては自分の店を持って稼ぐ若い美人ママをからかって遊び半分楽しめると思ったまでのことだった。はあ、何か言い訳するんじゃなかったの？火に油注いでるみたいだけど。ごめん、まだ続きがあるんだ。聞いてほしい。何なのよ。君と何度かデートを重ね、その人柄や経営哲学なんかを聞いているうちに気がついたんだよ。僕がもし長い生涯を送るにあたってパートナーを持つなら、この人以外には考えられないって。なんですって。僕のことは嫌いですか、冴子さん。少しは脈があるんじゃないかと期待してました。金ならあります。ルックスは見ての通り上々。仕事だって順調だし、実は子供とかも大好きです。性格はまあ直せる範囲で直します。おい、お前まさかこの状況でプロポーズしてんのか。ええ、これまで僕は結婚に興味を持てずにいた。それはなんというか、自分で気づいてきたものに打算で近づいてくる女性を多く見すぎたせいです。でも冴子さん、君は彼女たちとは違った。いくら金を持ってようが決して媚びない。どんなに頼れるものがそばにあっても自分の力で立とうとする意志がみなぎっている。美しさとしたたかさ、その全てを兼ね備えた君となら、僕もきっと人と支え合うことの素晴らしさを学べる。バカバカしいフィクションでしかないと思っていた理想の家庭ってやつを君となら作れる気がするんだよ。それって君にとっても悪い話じゃないでしょ。もうあの小さなキャバクラだってやめていい。その後のキャストの子たちは後輩の店でちゃんと面倒見ます。ビジネスをしている君ならわかりますよね。これは間違いなく得をする話だと。
くだらないね。え？くだらない長話を最後まで聞いてやったんだから、今度はそっちも聞きなさい。まずそこに転がっている店長に言って、二度と私の店の子たちに近づくなって。もしまた引き抜きを仕掛けてきたら、この町で共存する気はない。必ずあんたたちの店を潰して偉人町から追い出す。あ、でもあの、僕のプロポーズの返事の方は。まだ私の話が終わってない。あ、はい。あんたのプロポーズは残念だけど私には響かなかった。こんな状況で言ってくれた勇気だけは買うけどね。私以外の人にだったら通じるかもしれない。でもまだこれ以上私に言い寄ってくるつもりなら、屈辱を与え決して立ち直れないような言葉もかける。そんな。二度と私の前に現れないように。それが社長、あなたのためです。それではごきげんよう。つえな。俺が来るまでもなかったか。まったく、何なんですかね。私に言い寄ってくる男たちはどいつもこいつも。結婚を損か得かで迫ってきたら、私の計算じゃこっちに得なんてありませんよ。バカめ、笑わせんなって言うんです。まあそうかもしんねえな。こっちは経営者の端くれなんだから、感情はそこらの男よりよっぽど早いっていうの。ああ、その分飲むスピードは少し落とすか。今日は珍しくペースが乱れてるぜ。嘆かわしいんですよ。私は今時はあれがプロポーズなんですか。私が古い人間なんですかね。ん？古い人間ってどういう意味だ。結婚というのはその、もっと惚れ合った二人が言葉を尽くし合った先にたどり着くものだと思ってました。それなのにさっきの社長も一番のやつも、幸せになれるとか将来にどんな夢が持てるとかいろいろ言うけども、その前にもっと言うべきことがあるんじゃないの。なんであいつにはそれがわからないのか。私との付き合いが長いからって甘えだよ、それは。これは俺の勝手な想像なんだけどよ。はい。さっきの社長のプロポーズと春日のプロポーズ、両方お前にとって似たようなもんだったんじゃねえか。まあひどさで言ったら一番の方ですけど、確かに似てるかも。肝心なところが言葉にできてないっていう意味では。やっぱりそうか。なんでそう思ったんです。春日とはハワイで長い時間を一緒に過ごした。あいつの不器用さはともかく、熱いハートは高く買っている。そしてお前と何度か飲んでいるうちに、二人がどんなデートをしてどんな話をしたのか、まるで目に浮かんでくるようだ。大方一人で空回りして必死にお前を口説こうとしたんだろう。そしてお前に気に入ってもらおうと並び立てた言葉はどれも絶対に損はさせないって意味のもんだった。それがお前がプロポーズで期待していた言葉とは違っていたんだよな。だがその言葉が欲しいと自分からは言い出せない。結果としてお前は春日とずっと連絡を取らずに今日まで過ごしてきたってわけだ。
どうなんですかね。そうなのかな。もしかしたらそういうことだったのかも。その答え合わせは俺の役目じゃなさそうだな。ただそれでも一つだけ言わせてくれ。はい。人生にはいつ終わりが来るか誰にもわからない。ある日突然残り時間を告げられることだってある。キリュウさん、時間がいくらでもあると思えるのは若さの特権だ。それでも時間は限られている。苦い別れをそのまんま放置するのはおすすめしない。俺から言っておきたいのは以上だ。ありがとうございます、キリュウさん。礼なんてよしてくれ。年寄りのたわごとだ。いいですよ。私おじいちゃん子でしたから、そういう話もっと聞かせてください。今のは謙遜して言ったんだ。そこまでじじい扱いするな。了解です。じゃあとりあえずペースは落としてあげますから、のんびり飲みましょう。さ、乾杯ですよ。何に乾杯するんだ。そうですね、限りある人生を楽しむこの一瞬に。なるほど、その通りだな。乾杯。乾杯。ありがとう、カスカ。ただ俺からも一つお願いがあります。どうせあとわずかの命だ。エビナを止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ。キリュウさん、あんたは生きて、生き抜いてから死んでください。死んで一抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大海さんの尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。わかった、約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前サエコに何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。いや、やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、キリュウさんからも何かアドバイス。いや、キリュウさん女っ気なさそうだしな。おい、今なんつった。いやいやいや、褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。え、そうなんですか。すみません、結構
マジで意外でした。え、じゃあプロポーズとかしたことあります？当然だ。マジっすか？参考までに何て言ったか覚えてます？プロポーズか。ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。あ、ああ！ん？バカだ。俺はとんでもねえバカ野郎だ。おい、どうした？眠れねえのかね？な、何？一番。あ、悪い。驚かせちまったか。ああ、いや、大丈夫。一番こそ寝ないでいいの？ああ、緊張してるわけじゃねえんだけど。なんだか眠れなくってよ。そっか。あのよ、さっちゃん。うん。何？さっちゃん、もしもお互い無事に戻ってこられたら、俺改めてさっちゃんに言いたいことがあるんだ。その時は俺の話聞いてくれるか？ちょっと何？頼む。一生のお願い、ここで使ってもいい。いいよ、分かった。じゃあお互い生きて帰らないとね。気ぃつけてね、さっちゃん。そっちも。じゃあおやすみ。ねえ、おやすみ。なんか寝れそうだわ。さて、そんな春日一番くんはいい加減踏ん切りついたのかな？はあ？なんだ、あいつまだうじうじしてんのか。ビールがぬるくなっちまうぞ。一番、私もう戻っていい？あ、悪い、さっちゃん。今最終確認中でよ。もうちょいだけ待ってくれねえか？うじうじしてないで男見せろ、春日一番。ほう、そうだよな。ほう、待たせてすまねえ、さっちゃん。改めて言いてえことがあるんだ。さっちゃん、俺去年のさっちゃんを怒らせちまったこと、あれからずっと考えてた。最初はさっちゃんの気持ちも考えねえで手前勝手なことばかり言ってたのがいけなかったんじゃねえかって思ってた。あ、いや、実際それも最悪だったんだけど、根本はそこじゃねえってようやく分かったんだ。俺、どんな気持ちとか言葉とかより何よりもまず最初に伝えなきゃいけねえことをすっ飛ばしてたんだ。そのことに
1年かかってやっと分かった。だからさっちゃん、改めて俺の気持ち言わせてください。さっちゃん、好きです。愛しています。やっと聞けた。気づくの遅いって。本当、いや本当ごめんな。うん、私こそごめんね、ずっと無視して。あじゃあおあいこだな。うん、おあいこ。本当ずいぶん待たせちまったな。でもここからは春日一番全力で挽回するからよ。実はこの日のためにとっておきを用意したんだ。え、なになに。驚くなよ。こいつだ。え、どうだい、これさっちゃんへの愛を言葉だけじゃねえ、文字にして表現してみたんだい。もちろんさっちゃんのも用意してやる。一緒にこいつ来てさ、横浜を練り歩こうじゃねえか。二人の愛の旅路をよ。あれ、最後さ。ダメだこれ、バカは死ななきゃ治らねえぞ。まったくだ。けどよ、バカなやつほど諦めが悪いんだ。しぶとく生きるぜ、ああいうやつはよ。ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。